伝説のオーバチュア、テイルズオブファンタジア実況プレイ。皆さんこんにちは、マラニーです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回までサブイベントをこなしまして、全部で4パートくらいかな。結構長くなりましたね、やっぱり。テイルズはね、サブイベント豊富なんで楽しいんですけど、その分ちょっと時間がかかってしまいますね。はい、で今回はいよいよダオスに挑んでいきたいと思います。で、悩みに悩み抜いた結果、最終戦のパーティーはこの4人にしようかなと思います。本当ね、初期面で行こうかなと思ったんですよ。テスターとクラスを入れ替えて、クリスミンとクラス宛ての初期面で行こうかなって、最後の最後まで悩んで、やっぱこの4人にしました。この2人セットずつで。で、すずちゃんもね、まあ、入れたいとはずっと思ってたんですが、やっぱりどうしても愛着具合でいっちゃうと、今までずっと一緒にいた、ね、この4人初期面がすごい好きなので、みんな好きだよ、みんな好きだけど、もう本当にね、もう6人全員で戦えばいいんじゃないかって思うぐらい好きなんだけど、今回の最終戦はこのパーティーにしたいと思います。で、クレスの装備をエクスカリバーからエターナルソードに戻しました。まあね、エターナルソードはダオスのために作った剣なので、はい、これで挑んでいきたいと思います。やっぱ最後はこれで決めないとダメでしょう。で、セーブもしましたし、アイテムもきちんと補充してきてあるので、このまま進んでいきたいと思います。緊張するなあ。終わっちゃうと思うと寂しいけど、もうグダグダ言ってないで挑んでいきたいと思います。ダオスをかなり待たせているので。さあ行きますよ。ダオス、今度こそ本当に決着をつけてやる。ここまで来るとは大したものだな。貴様らの暴挙に敬意を表して、伝説の勇者とでも呼ばせてもらおうか。ふざけるな！お前が今までやってきたことを後悔させてやるぜ！待ってください！ミント、近づくな！なんだ、この後に及んで命乞いか。あなたに聞きたいことがあります。前にあなたは私たちとは戦う理由がないと言いました。なぜですか？お前たちが魔科学に関わるものではないからだ。なぜ魔科学はいけないのですか？魔科学はマナの力をことごとく使い果たしてしまうからだ。私は魔科学を使う人間を抹殺しなければならない。なぜそうまでして魔科学を否定する？確かに魔科学の力は凄まじいものだ。だが人間も愚かではない。もう世界中が枯れるようなことはしない。本当にそう思うのか？私がミッドガルズを滅ぼさねば今のユグドラシルはなかったのだぞ。そうまでしてなぜユグドラシルを守る？お前の望みは何なんだ？私にはマナが必要なのだ。だがその理由を貴様らに話したところで理解できまい。分かりたくもねえ。今さら言い訳なんか聞かねえぜ。なぜ私が弁解せねばならぬのだ？何？貴様らこそ私に対する非礼を詫びよ。ふざけやがって。たとえどんな理由があっても、人間を虫けらみたいに殺すお前は絶対に許せない。何とでも言うがいい。私の邪魔をするというのであれば滅ぼすのみ。行くぞ。あ、ここでミントが一歩出ないんだな。ちょっと気になるね、演出なんだろうか。BGM かっこいいな。スペクタクルズ使っていきましょう。あー、7万ウィークポイントなしか。じゃあどうしようかな。
マーテの、まあ、どうせならビッグバンでいきますか。ビッグバン、もう初っ端から打ってもらおう。いてもうダウスレーザーを打たせないように。ちょっと待って、結構強いぞこっちが。いやでも油断してるとねやられるから、私は気を抜かずに行くよ。強いなやっぱり。うわ来た、ダウスレーザー行ってたら来るんだもんな。いやアーテがやばい、アーテがやばい。チェストなんで無傷なんだ。ミステリーシンブル本当に便利だな。行ってビオハン欲しい。いやアーテ垂らしてる。お、いいねいいね。うわー、いいぞ。すごいなビッグマン、やっぱり。あ、間違えた、リダレクションを指示してしまった。でもビッグバンめちゃくちゃ強いな本当に。あ、めちゃ余裕だった。あ、でも第二形態とかあるからねこれ。だって BGM やまないし。やったのか。いや、まだだ。だよね。下等な生命体がここまでやるとは思わなんだぞ。我も全身全霊を賭して戦おうではないか。手加減していたっていうのか。我が力を遮る邪魔な障壁は消させてもらおう。床が障壁ってそっち。私の邪魔はさせぬ。私を待ち望んでいる民のためにも絶対に邪魔はさせぬぞ。我が星、母なる星デリスカーラーンよ、我の力を解放したまえ。うわ全然違うじゃん。あ、隊列、あ、変更できるのか。じゃあクラス最初に入れててもよかったな。どうしよう、クラスにするか。せっかくだもんな、クラス入れよう。ごめんね鈴ちゃん、間違えた、アーテと入れ替えちゃった。じゃあこの4人でいきます。全員一人だけど大丈夫かな。いいか、はい。うわでっか、フェザーダオスだって。ミントにスペクタクルズを使ってもらって13万。いいか、クラスはこのまま、ルナはいいや。グレムリンレアもいいかな。オリジン、この5体あたりを使ってもらおうかな。よし、行くぞ。いて、いて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 。ピコピコハンマン。ピコハンって聞くの？聞かないよね。行った。待った待った待った。ピコピコハンマン。これガード効かないのかな、この炎のやつ。いやーやっぱ緊張しちゃうな。無言が多いと思うけど申し訳ないですね。お、なんかやってくるか。オリジン、オリジン正面えぐいな、えげつないフォルムしてますね。ヒドゥン隠れた。ちょっと待った、ちょっと待った。状態異常とかやってくるかな。やってきたらかなり厄介なんだけど、なんかチェック系全く私つけてないからさ。チェックは行って、リザレクション、リザレクションはねこまめにやってもらいましょう。あ、
方もやだな。行って。なんか下の方さ、行ってピオハンが欲しい。ピコピコハンマー。ピコピコハンマー多分効かないからちょっとやめてもらおう。ピコハンをやめて。タイムストップも多分効かないよね。キュアよりもうリザレクションでいいか。いや、まあいいや。ちょっと私が判断できなかった時に。まあでも、常に L ボタンを押してれば大丈夫だと思うけど。リザレクション。オッケー。で、アーチにビッグバンやってもらって。ビッグバン！アーチには常にもうビッグバン打ってもらうか。いやでもダオスはあの人型のフォルムが結構好きだから、ちょっとこの最終形態なのかなに割とショックを受けている私であるが、おメテオソーム、いいね。メテオソーム強いよね。前発当たるとかなりダメージ入るんじゃないか。メテオソームにしよっかな。メテオソーム、はい。今体力どれくらいなんだろう。使ってもらっちゃおうかな、スペクタクル。せっかくだから少々使っていこうか。とか言ってるとなんか変なことになりませんように。半分か。それでもちょっと待ってガードさせて。いやダメか、近づけないぞ。リザレクション。行って。あの下をかいくぐって。いいね、クラス。今更だけどさ、クラスってなんか3つけたくなっちゃうんだよね。基本的に私、テイルズのキャラクターって3付けするの少ないんだけど、クラスはなんか3付けしちゃう。行って。リザレクション。今そんなこと話してる場合じゃないけどね。いやでもやっぱ強いな。結構ダメージ入ってるかなと思ったら意外とまだ半分とかだもんな。アーチはもうメテオソーム連発で。ごめんね、なんかクリスが飛ばされるととばっちりにクラスが1ダメージを負うっていうね。クラスのおかげでそんなに吹っ飛ばなくて済むし。おー、ちょっとガードさせてくれ。で、女子2人はもう私が LR で頑張って、やってもらって。手がかじかんで動かないよ。寒い。いいぞいいぞ。あ、ヒドンか今。あ、もったいなーい。この状態の時当たらないんだよね、多分。シャドウ。いいね。どれくらい入る？おお、いい感じいい感じ。その火の玉みたいなのちょっと厄介だな。あんまり後ろの方行きすぎてもちょっと。サーキュラーってなんだ？サーキュラーってなんだ？怖い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 。ブラックホール。近日だけあって演出が派手だよね、ブラックホール。300じゃない、3563。いいねいいね。クレス全員1人だけど大丈夫そう。敵がさあ、いってよいしょ。あー、その大きいやつ防ぎたい。痛い。そんだけ連続で来られたらちょっと防げないんだよね。何回まで防げるんだっけこれ。ビッグバン。この火の玉みたいので押しやられるとちょっときついな。痛い。クラスが私を盾にしてどんどん前に進んでいこうとするんだが、ありがたい。それはそれでありがたい。痛い。走ってけ。よしよしよし。もう突っ込まないとダメだこれ。多分
おお、やったやったやった、よっしゃ倒した。んー、BGM やまないぞ。諦められぬ、諦めることなどできぬ。大いなる実りを手に入れるまでは。おお、神よ、デイスカーラーンの母なる神よ、我に力を、我に力を。まだあるのか。なんだ、気をつけろ、様子がおかしいぞ。なんだこいつは。すごすぎるよこの魔力。私の願い、民の祈り、私はまだ戦える。あー、ここでまた隊列変更するのか。どうしよう。どうしよう、このままで行くか。行きます、このままで。あー、3戦目か、ちょっときついな。今回クラスにやってもらおう。クラス、スペクタクルズやって、16万。リセレクション。飛んでる時ってちょっとさ、相性悪いんだよね。ゴッドブレス、どれくらい。ゴッドブレスもいいかな。アスクエクもいいや。エンデグニション、この辺か。これはまあやってくれればいいや。でちょっと TP が減りつつあるんで使ってもらって。間違えたねごめんね、ウィント、意味ない回復をさせてしまった。アスカ、特に回復されちゃう属性とかないよね。よし、時空走破弾。行って、痛い痛い痛い。メテオスオーム。あー、メテオスオームはこのラオスにはあんまり相性よろしくないかも。よし、さっきはね、大きかったし、真ん中にいたからあれだけど。あ、待って、でもメテオスオームしちゃってるよね。うわー、どうしようかな。ビッグバンかな。ビッグバンにしよう。リセレクション。こまめに回復はやってもらって、ピヨってるピヨってる。メテオスオーム当たらないね。そうだね、1発、2発、ピヨってるピヨってる。当たらないんだな。しかしタイムストップ、マジか。いて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 い、はよはよはよ、溶けて、あってけあってけリセレクション。よし、これで待てよ、アハチちゃんとビッグバンになってる。よし、じゃあやってもらって。アスカ、アスカ、いやー、やっぱラスボスだけあって強いな。よしよし、いいぞ。ボルト。もうさ、だいたいさ、このボスっていうか第二形態が一番なんちゅうかな、グロいっていうかひどいビジュアルしてたりするよね。ちょっとこっちにダオスがいるならこうなってほしいんだけど。よいしょ、これで、これでもこう動いてくれるよね。よしよしよし、いちいち隊列をさ、ダオスが移動するたびに変えなきゃいけないのなかなか大変だよね。待って、私そういえばさ、獅子戦慄波を覚えて使ってなかったよね確か。これかな、
これ使いたいな。当たるかな当たらないかもしれないけどやってみよう。横破山からの獅子戦列俳句よ。ちょっと画面端だけどしょうがないね。あーやっぱり下の方か、当たらないね。でも使わないからいっか。よしでもちょっとあんまり見えなかったのが申し訳ないけど、あんな感じです。獅子戦列派もう一回さ、この横破山となんだっけ、今使ってるやつの奥義のコンボが使いやすいって思っちゃうとやばいぞ。こうして、あーうーミントはもうちょっと後ろで、ちゃあちゃあどの辺でもないですか。痛い。なるべくあれをクリスが受けれれば。あ、意外とみんなもう TP 減ってきてるな。痛い。あー、またそっち行くの、なんてこった。ごめんね、なんかすごいもどかしいと思いますがよいしょ、痛い。なんだその障壁みたいなやつ。やばい。一回回復しよっかな、ミントで。ダイレクションにやってもらって、で次ちょっとクラスにスペクタクルで使ってもらおう。あドキドキするやっぱ集中しちゃいますね、どうしても。割といい感じで、あ、まあでもまだ半分もいってないんだな。うー、長い。ガラスボス、インデグニションもそんな入んないな、ダメージ。こんなもんかな。よし、アスカ、アスカ強いよね。よし、どのくらい2800で、この辺りで1回ミントにもうパイングミを使ってもらって、ボルトで、あ、やばい、変な方向いてる、時空総破山、これでミントにもう1回クラスにかけてもらって、フルートいいね。あ、フルート強くない？どれくらいダメージ入ってんだろう。あ、やばい、そっち行くならちょっとみんな下がっといて。よいしょ、これで、はい、やばい、今のうちに、そこで炎上すんのごめん、私が L ボタンを押したタイミングが悪かったね。ごめんね、ミント。よし。これで、OK。いやー、隊列ってやっぱ大事ですね。今まで全然使ってこなかったからさ、こうやって。もっと使えばよかったな。そしたら、もうちょっと上手い戦いが今までできてたかもしれないのに。ボルトもちょっと弱いか？4種でいっか。さて、エクスプロードはどれくらい食らう。2200、ビッグバンとブラックホールだけでもいい気がするけどな。そうするか。いやでもなんだかんだこの2つ好きなんだよねってことで入れとこ。あー、またそっち来るか。てか私が行くように仕向けちゃったんだな。
かなか難しいな調整が。よいしょ、ま、真ん中ら辺なんですね今いんの。どうしようかな、まあ、いっか。結構もうダオスの攻撃あんまり受けてないけど大丈夫かな、怖いな。なんかさ HP が3分の1以下になるとなんとかとかって結構あるじゃないですか他のゲームでも。それがラスボスとかだとちょっとねどうしても怖いよね。今どれくらいだろう、5万ぐらいになったかな、いやまだだかな。ビッグバン、まあ、やってもらってミントにパイングミを使っといてもらっていって、焼き尽くせ、いや怖い、オリジン、いいぞいいぞ、キャンセルできるかな、タイミング最高だよ、お最高最高、あーでもダメか、ダメだ、まだ余波、余波っていうか残ってる4発ぐらい、痛い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 、いやでも大丈夫大丈夫、プルートプルートいいね。なんかさクラスとかアーチェが次何連勝するんだろうって若干楽しみだったりするんだよね。あよかった、エクスプロードからのまだまだかよ。アイテムのスペクタクルズ、あもう終わるもう終わるもう終わる、やった、ちょっとダオスに申し訳ないかも。いやまだあるかな、今度こそやったか、まだ立つのか、待て様子が変だぞ、ダメだミント危ない、いいえこの人は、この人はもう、わ私は死ぬのか、我が十億の民の未来はこれで閉ざされた、教えてください、あなたが何のために戦っていたのか、今さら意味のないことだ、それでも真実が知りたいのです。いいだろう、話してやろう、私が何を求めていたのかを。信じられますか、ダオスが自分の星を救うために戦っていたなんて、これじゃまるで僕たちの方が、クレス、私たちは間違ってなどいない、奴だって多くの人間を犠牲にしてるんだ、ダオスは己の信じる正義のために戦っていた、だが私たちにも譲れないものがある、守るべき人々がいる、違うか、彼は自分の母性を救うために大いなる実りを必要としていた、それはマナを集めてユグドラシルより生まれるという、だが魔化学は
マナが枯渇してしまうほど消費する技術だった。放っておけば世界中ユグドラシルは枯れてしまう。魔化学を使う人間とダオスとの戦いはこうして始まったのだ。魔化学なんてなくても人間は生きていけるさ。魔術が使えなくなってしまうのは残念だがな。何言ってんの、クラスならまたなんかドーンとすごいことができるってば。なんだよドーンとって。よくわかんないけどそう思うんだもん。ありがとうアーチェ、本当にそうありたいものだ。皆さん下がってください。これからユグドラシルにマナ流出を防ぐバリアを張ります。そうすればいつかきっと大いなる実りが生まれてくるはずです。信念を持って孤独な戦いを続けたダオスへのせめてもの手向けだ。ミント、やってくれ。はい。バリア。これで我々の役目も終わった。帰らなければならないな。私はここでお別れですね、すずちゃん。もう会えないんですね。でも泣きません。忍者は非情でなければ務まらないですから。私も忘れません。それではこれで。あ、楽しかったぜ。はい、元気でな。はい。ありがとう。いろいろと協力してくれて。いえ、こちらこそ。すずちゃん。はい。泣いてもいいんだよ。忍者だってこんな時は泣いていいと思うよ。ありがとうございます。でも泣きません。すずちゃん、皆さんとは笑ってお別れしたいから。そうそうだね。元気で、すずちゃん。はい、皆さんさよなら。お元気で。いい子だったな。別れというのはやはり悲しいものですね。ずっと一緒にいられたらいいのに。私たちも戻るとしよう。
そうですね。時の剣よ、僕の時代へ。クレスさん、あなた方と出会えて本当に良かったです。あなた方から教わったものを鈴は大切にします。私に教えてくれたことをクレスさんも大切にしてください。いやー、喋らずに言おうと思ったけど無理だ。すずちゃんかわいいきっといい笑顔だったんだろうな。時の剣をよろしくお願いします。わかった、私が責任を持って封印しよう。それじゃあお元気で。みんなバイバイなんて言わないよ。もう会えなくなるわけじゃないもんね。でもあと100年後にしか会えないなんて寂しすぎるよ。アーチェ、私はもう二度と会えないな。クラスさん、気にするな。お前たちに会えただけでもよかったと思っている。チェスターもミントも元気でな。さあもう行こう。チェスターもういいか。そんな悲しそうな顔すんなよ。そうだね。またな。時の剣よ、私たちの時代へ。聖なる大地、聖なる宇宙、聖なる神よ、その慈悲深き御心、この罪深き者に祝福を与え。大いなる実りよ、今ここに。
やー、終わってしまいましたね。すごい曲の入り綺麗。あー、ミント美しいな。二つの星の、なんだろう、運命をかけた戦いだったんですね。ダオスの本当の目的っていうのが、最後の最後でやっと明かされたんですよね。っていう形だったと思うんですけど。まあ、ダオスが完全な悪じゃないっていうのは、なんとなく知っていましたけど。そっか、なんか多分、もう一つの星、デリスカーラーンだっけっていう星を滑る王様だったのかな。あー、もうちょっとこのシーン悲しい。やっぱりあれですね、トーティスの村で一度起こったことは変わんなかったみたいですね。いやー、で、あと予想以上に、想像以上にクラスとクレスたちの別れがちょっと私は寂しかった。アーチェは100年後会えるけど、あー、めっちゃ可愛いこのアーチェ。いや、音楽いいなぁ。そうで、クレスじゃないクラスが、私はもう二度と会えないなっていうのがもう切なすぎて、もうってなって、かっこいいさせちゃう。美しいユニコーンだっけ。いや、いいね。なんかエンディングでこういうシーンを振り返ってくれるのはすごいいいな。あー、決戦前夜のあれですね。あー、いいね。この二人のセットも大好きだったよ。ちゃんとクラーさん、よかったね。二人もちゃんとイベントあったしね。これさ、すずちゃんを仲間にしてなかったとしても、なんだろう、ちゃんとエンディングにはすずちゃんいたのかな。音楽やばいな、かっこいい。うわ、この盛り上がりいいな。あー、ダメ、かわいい。あ、モリスンさんだ。なんか、テイルズシリーズって、このパーティーメンバーがすごい家族感があって、すごい好きなんですよね。ダオス。ダオスと、ダオスの星は多分、大いなる実りで助かったでしょうけど、ダオスはどうなったんだろうな。あー、終わっちゃうの寂しい。めっちゃ寂しい。バンダイナムコゲームさん、本当にありがとうございます。見てくださった皆さんも本当にありがとうございます。お、これからどうする。まずは村を立て直そう。それが終わったら、終わったら、アーチェはきっと僕たちと同じ時を過ごしているはずだ。会いに行こう。ああ、私も連れて行ってくれますか。もちろん。よかった。すごい素敵な物語で本当に楽しかったです。リクエストくださった方もね、今見てくださってるかはちょっとあれですけど、本当にありがとうございます。なんかね、ファンタジアの
なんだろう、アニメーションみたいな OVA かな、をなんかすごい前に1回だけ見たことがあって、本当に大筋っていうかあらすじをぼんやり覚えてるぐらいだったんですけど、こういう物語だったんだなって自分でちゃんとプレイしていくことにしっかり分かってきて、世界観とかクレスたちパーティーメンバーとかダオスのことも深く知れたかなって思うので、本当にプレイしていて楽しかったです。いやー、おエンディングデータを保存します。セーブしたデータはストーリー開始時のデータになりますのでご注意くださいということですね。はい、教えていただいた通りですねで、今回でもうサブイベも回収したと思うので、まあサブイベを撮ってからほぼほぼ日にちを空けておらず、このまま収録エンディングまでしてしまったので、もしまだ漏れがあったとしたら、もしかしたらおまけとしてあげるかもしれませんが、ひとまず私たちと私とクレイスたちの旅はここで終わりになります。でいつもの通り一シリーズ終わったので、最後にラジオ動画を上げて終わりにしたいと思います。でまた多分質問とかは、Twitter とかで受け付けたと思うので、ラジオ動画とともにこのエンディングを多分アップしてると思います。そちらの方もお暇な時にでも見ていただければ嬉しいです。で次回作についてはどうしようかな、いつもは言ってないけどファンタジアの前は言ったんだっけ、忘れちゃったな。まあでももうやりたいゲームはもうだいぶ積んであるのではい、次にやる候補はもう自分の中で決めてあります。言っちゃうか、シリーズ名だけ。はい、言ってしまうとまたテイルズシリーズを始めようと思います。もうね、テイルズシリーズでやりたいのがどん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 積んできちゃってるので、今の時点で5作以上は多分あるかなということで、多分ねしばらくはこのテイルズ枠になると思います、この枠は。でもう一つの今僕と魔王をやってる方は、まあなんかいろんなゲームとかをやっていけたらいいなと思います。もし余裕ができたら単発であげるとか、あとなんだろう、3本はきついかな、わかんないけど、もし余裕ができたら3本並行して進めていけたらいいなとも思うので、まあ、しばらくは2本かな。はい、次回作のテイルズシリーズも見ていただけると嬉しいです。ではこっから先はもうないかなと思うので、ここで最後のご挨拶をして、終わりにしたいと思います。伝説のオーバチャーテイルズオブファンタジア実況プレイ、実況者はラニでお送りしました。ご視聴ありがとうございました。また別の動画、別のシリーズで会えることを楽しみにしております。それでは皆さん、またねー。バイバーイ。